レビューする人が間違ってると思う。このレビュー見たらヒルトンの人、お前たち来るなって言われるもん。この間私たちのインスタのライブ配信、ワンアーツさんのライブ配信参加してくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。そして3人視聴者さんから選ばれたプレゼント当たった方、おめでとうございます。2021ラストにふさわしいかもしれない。最後は北谷町にある北谷町美浜のホテルヒルトン行ってきました。もう人生に1回だから、おごりだから、おごりだからって言ったかもしれない、うん、と北谷の美浜のアメリカンビレッジの隣裏に新しくなんか開拓地みたいなところで、夕日が綺麗だったよ。テラスから夕日、ちょうどいい時に行ったと思う。17時39分だった日の日に。テラス席もあったしね。じゃあご飯のレビューとしては、たまたまカニフェアだった。11月の何日から12月の何日かまでがカニ食べ放題のイベントやってて、どうする、食べれるのないって言われたけどね。ウェブサイト見たらカニとサーロインステーキとかしか載ってなくて、食べれんし2人ってな、うん、カニアレルギー、肉食べません、何食べるばってなったけど、うん、カニはこのコーナーがあって、うん、それ以外は普通のカニだから、好きな人にとってはもう万歳じゃない。4,700円食べ放題、2人でさ、こんなお皿にさ、カニ、足のカニって乗せてる人いたよ。みんなのテーブルにお皿にカニいたよ。ほっと、うん、みんなじゃあ分かってから行ってるのかね。この2人はカニのところそば通るとき、息止めてからそば通るから通るぐらいのだったのにね。、うん、だから食べれたものとしては、自分はジャガイモ、ポテトじゃないけど、ちっちゃいじゃがいもを半分に切ったやつで、うん、ガーリックハーブポテトみたいな、うん、ホクホクのポテト食べて、なんかチンジャオロースみたいなやつの肉だけ食べて、でなんか変なパンに肉が挟まってる、ポカッチャみたいなね、うん、とかもあったり、あれ美味しそうだった、うん、沖縄そば食べて、うん、沖縄そば美味しかったよ。ターキーみたいなチキンも食べたし、あ、残してなかった、あれはなんかフライドチキンみたいな、ターキーみたいなのはまだ美味しかったよ、うん、ご飯はいっぱいあったね、種類、種類、うん、たー分からん、ミートローフとかさ、あった、グリーンカレー、素通り、サラダがさ、ジャーに入ってた、おしゃれ、オシャンティーにさ、ジャーにも入って、氷の山にポン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 、それは2種類しかないから、サラダを期待していた私のお父さんは、うん、食べん、選びたかったって、海藻とかトッピングが3つぐらい選べたけど、アーモンドとニンニクか、だからベジタリアン、ビーガンの人行っても何も面白くないです。ジャーに入ったサラダ、サラダとアイスティー飲んで帰る、4700円払って、人いっぱいいたよね、人ね、最初そんなじゃなかったのにさ、30分ぐらいしたらさ、満席かなと思うぐらいさ、うん、人いっぱいいた。でも外国人と、外国人20名ぐらいいたよね。だから泊まり客だけじゃなくて、もう本当にご飯だけ食べに来てる人、観光客みたいな人は泊まりに来てるはずね、多分ね、うん、でも夕飯して食べるかね。じゃあこの前だったら美浜とかでも8時以降はそういう、だから居酒屋とか閉まるからとかってあったから、うん、もしたら多分ホテルの中で済まされるんだったらそれがいいかもしれんけど、今は多分もう空いてるよね。うん、もう1人4,700円で90分制、うん、あっという間だったよね。ケーキがさ、みんなこんなちっちゃいんです。一口ガトーショコラを締め、二人占めした。もうそれしか、一皿まるまるだよね。ある程度人が取って、残り何個ってやつを全部取って、うん、でまた食べて、また一点補充されて、まだ何名かが取ってて、うん、10個ぐらいだったから、さすがに2回目ぐらいに私の弟がマジでなって言いよった。笑ってたよ、うん、面白かった。一口サイズで食べやすかったけど、じゃあ私はだから元取りたいわけ、バイキング行ったら。4700円絶対元取ってる気が1ミリもしなかったから、うん、ソフトクリーム2回食べ
もうソフトクリームとガトーショコラとアイスティーとコーヒーソラダとグリーンカレー、グリーンカレーは美味しかった。そのジャガイモも、もう筋トレし始めて芋食べれるようになったから、カニ系、肉系、何にもジャガイモ美味しかったね。美味しかったよ、うん、一番美味しかったの何って言われたろ。ガトーショコラ。何？ガトーショコラとコーヒーコーヒー美味しかった。うん、お父さんも美味しいって言ったから本当に美味しいと。4700円払う？うんうん、ラーメン10杯食べる。私のお母さんの頼んでた生ビールもオリオンよ、1100円。萌えがあったよね、シャンパンね、うん、別料金。しかもソフトドリンクは飲めるけど、なんか大人の飲み放題でお酒自分でハイボール作るとかが飲み放題1人3100円。あっちのソフトドリンクも飲んでよかったの？だからあっちゃん、あの、置くのよ、アイスティーとかコーヒー飲みたいところ。だからドリンクもデジ少なくない、うん、他のとこに比べたら。でも健康志向ばかりだった。コーラ置いてなかったってよ。だから私の弟みたいにあんなに飲むんだったら一杯のグラスで1000円とか払うよりは飲み放題で3100円、うん、払った方が全然お得だけど、居酒屋とかで考えたらもう意味わからない。自分なんかこの間2時間500円の飲み放題に行ってもらったからね飲み放題500円だからあのレビューする人が間違ってると思う。だからカニ好き、そのサーロイン好きの人とかが行って雰囲気もホテルの雰囲気も楽しみたいみたいな人が、うん、この同じヒルトンのレビューしたら全然違うレビューになってると思うとか、うちらがまだ付き合いたてでさ、うん、デートであそこに行くとかだったら食べれるものは一緒さ、綺麗だねとか言うけどさ、もう自分なんかはあれさ、いかに安く美味しくたくさん食べるかばっかり考えてるからさ、綺麗だったねって終わった。付き合っててだったのに。夕日綺麗でしたよ。夕日すごかったよね。ていうかさ、遠い石炭ご飯が疲れる小林さん横に長いんだもん。横に長い、だからあの往復した超お腹すかしていったからさ、ご飯撮ってるのが長すぎて全然食べれんくてさ、写真撮ることだからさ、一人食べてからさ撮ることだから。でもさ、あの席以外だったらさ、人がごちゃごちゃいっぱいいるからさ、あの席でよかったと思うよ。外人はいっぱいいたけど、外人はいっぱいいたけど、でも感染症対策は徹底したよね。5人で行ったけど、テーブルは引っ付けたらダメとかさ、テーブル4人までで、そうだよね、一ファミリーだからね、うん、4人までで、こうなって仕切り、十字の仕切りだったよね。感染症対策は超バッチリだった。うん、50分前に声かけてくれる。40分前か、声かけてた。うん、あ、そう。40分前に1回来て、うん、で、ちょうどの時間の時に来よった。うん、あ、肉、ジョスタイランステーキ美味しかったよ。よかったけどさ、うん、食べれた。食べてないけど、お寿司もあったし、韓国のなんか天ぷらみたいなもの、あ、天ぷらもあったし、なんとかともずく、あ、グルクンだ、海ぶどうの豆腐も美味しくなかったピクルスもあんまりだった。うん、アイスクリームのチョコチップとかとショコラが一番美味しかった。このレビュー見たらヒルトンの人、お前たち来るなって言われるもんすいません、貧乏舌なんです。偏食なんです。じゃあ私のお父さんもジミーの方がいいって言ってた。あ、お父さんも貧乏ケチケチンボだからね。お母さんは雰囲気がいい。私の弟が一番美味しいって言ってたのもはっていうのだったよ。ミルフィーユ、ミルフィーユ2枚食べてたね。あとなんかちょっと褒めないと、なんかイルミネーションも綺麗だった、うん、ちょうど見れてよかった。で、クリスマス、私たちといえば、私たちといえば毎年恒例のこのお菓子、準備万端。もういつイブがクリスマスが来てもらう感じ。もう明日からでもいいんじゃない、イブって。ダメダメダメ、明日からイブ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 、クリスマスまで我慢してツリーの下に置いておきます。うん、これ普通に沖縄で売ってればいいのに、いいのにね、スーパーで美味しいのによ、これね。パン、パンパンが一番美味しかったって弟が。どのパンかな。クロワッサン。3種類しかなかったよね。クロワッサン。クロワッサンと、なんかミルクパンと。普通のあれだった。なんかあの朝ごはんホテルで食べたら、もう最初から置かれてるみたいな、ただのパンみたいな。バケットみたいな。ああ、バケットあったね。
果美味しかったそうでね、はぁって思ったでもクロワッサンと周りなんかミルクのパンみたいなの食べたけど、うんうん、クロワッサンも普通のパン屋さんとかほらカリーシャーバンとかにもさっき言ったけど、うん、トースターで自分で温められるからまたカリカリになるさ、サクサク、うん、それができなくて湿気出たから、はい、そして、この間私たちのインスタのライブ配信、このワンアツさんのライブ配信参加してくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。そして3人視聴者さんから選ばれた3人プレゼント当たった方おめでとうございます。本当にワンアツさん早かったね、次の日に結果出てたっていう、太っ腹、太っ腹、うん、もし届いてきてよかったらぜひまたあのお友達にも勧めていただけたら嬉しいです。その時に A16Y A16Y クーポンコード使ってディスカウント値段で、ぜひまた新しくゲットしてください。シーズンものでね、新しいのいっぱいどんどん出てるっぽい、うん、なんかもんもん出てくるな、なんか見るたびにしょっちゅう新しいのが出てる、あのウェブサイト、うん、再来週くらいまた多分ライブ配信やるので、もしよかったら見てください。その時も告知します。おじさんの足も見る、うん、あれが一番面白かったってあ、やった方がいいね、次回もね。あ、でも今度はピチピチのじゃないでしょ、ズボンでしょ、ブラトップ、あ、上、上は自分着ない方がいいんじゃないブラトップ、カレー臭つくよとってもさ、お店綺麗だったって、トイレも綺麗だった、昼も行ってみたいなと思ったね、値段違う、4200円、昼の景色も見てみたい、うーん、景色綺麗だね、うん、でも家族でね、あんな時間を過ごせるっていうのは忘年会がてらだったかもしれない、うん、いい時間だと思うよ。テーブルくっつけたかったけどね、それはしょうがないじゃない、このご時世だしさ。というわけで2021終わりです。ちょっと間が空いちゃったんですけど、この企画見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。じゃあこの中、今年で一番美味しかったのはどこ行ったってぐらいさ、もう間が空きすぎて、間空きすぎてね、分からないよね。瀬長のバイキングもし行ったらまたそれもあげます。うん、多分1月かな、うん、じゃあありがとうございました。良いお年を。今年最後みたいまだだけどまだでしょ、うん、バイ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 。